河津明河津明1月20日から1943年3月28日は日本の経済学者、社会政策学者、法学博士、東京帝国大学名誉教授。しばしば音読みで、千とも称される。河津博之の長男として東京府に生まれる。本家の叔父、河津有権の家督を継ぎ、旧姓にこを経て1899年7月。 東京帝国大学法科大学政治学科を主席で卒業東京帝国大学大学院に入学した。翌1900年6月、欧州留学に出発し、留学中の1901年3月、東京帝大法科大学助教授に就任した。1904年7月に帰国した後1907年5月には教授に承認、当時は法科大学に属していた。 経済学第4講座を担当し、以降経済言論、経済史、商業政策、植民政策、交通政策などを講じた。同年8月には法学博士となる。この間、当時の日本の経済学者を網羅した社会政策学会に参加し、その中心メンバーとして活動した。1912年8月から翌1913年8月にかけて、 再び欧米出張、帰国後の9月には、経済学第3講座の担任となった。1919年4月、東京帝大経済学部が、同、法学部から分離して新設されると同学部教授となり、1924年2月以降は、教授、理事を兼任していた。先週大学で法学部長を、兼任9月。 さらに1926年5月から1929年5月には東京帝大経済学部長を務めた。またこの間、農商務省商務局職宅、早稲田大学講師も務める。1935年3月東京帝大を定年退官し、同年6月に名誉教授、10月帝国学士委員会員となった。さらに内務省社会局参与、国家クラブ理事も務め、 小増位君に等助君。去年69。母書は、東京、谷中の玉林寺。カーズ・アキラ日本における、社会政策学派としては最末期の人物であり、社会政策学派の経済学に依拠しつつ、価値論については、限界公用説を取っていた。このため、マルクス経済学が前世となった1930年代の、日本においては、時代遅れの、 旧世代学者として認識されており、当時学生であった木村健康の階層によれば、彼の商業政策の講義は学生から不人気であり、400から500人を収容できる教室25、6名程度の聴講者しかいなかったという。名前のアキラは難読で当時シャムの略称として用いられていたことから、学生はしばしば買津をシャムと呼称した。 東大における河津の授業は毎年毎年全く決まりきった内容であり、教科書となった著書経済言論は常識の書物と評されていた。当時学生であった伊佐野道隆の回想によると、学生が先輩の書き込みの入ったその教科書を片手に受講すると、ここでシャを言うと書き込みの入った箇所の講義ではその通りシャが入り、それどころか、 ここで席をするとされた箇所でもその通りに席をしていたという。河津が学部長を務めた機関の東大経済学部は内外ともに多難な時期であり、在任中の1928年4月には助教授であった大森義太郎の辞職事件が起こっている。父の河津博之は定心症次官も務めた官僚政治家で祖父スケックには幕末期に 江戸幕府勘定舞踊、外国事務総裁などを歴任した幕臣、さらに助国の祖先には、曽我兄弟のあだうちで打ち取られた、工藤助恒がいる。母年の弟は、富永博姉は、園田幸吉の妻。妻の英芝は、神田内部の長女で、高木安坂はその弟。三男の言本は、工学博士、東京大学工学部教授となった。次女の梅子の夫、 利根川武は、利根川進の父方おじ。異母帝の増尾は、東大法華卒、三井物産勤務。その妻、万里は、足立ボン、一郎の次女。日本人物大辞典現代、日本近現代人物履歴大辞典には、線を当てている。大学という病、P42。道場、P23. 道場、P41。富永博、人事更新録。 第4版、大正4年1月、カーズ・アキラ、人事更新録。第8版、昭和3年7月南米視察記事時新報1922.11、10から1922.12、30。ありがとうございます。